皆さん、こんにちは。ペルディスタ小澤です。今回は昨日の16日木曜日、現地18時キックオフで行われましたユーロ2024予選のグループ A マッチデー7第7節となります。キプロスとスペインの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対3、前半30分までにスペインが3点を決めまして、そこで勝負をつけまして、後半に1点は返されましたが、キプロスも、かなり省エネモードというか、後半は、両チームともに流した展開となりまして、1-3でスペインが勝利を飾りました。スペイン代表すでに10月、先月の第6節終了時点でスコットランドともに本大会出場を決めておりますけれども、スコットランドとの1位2位を争うということで、なんと裏のカードでスコットランド、ジョージアと引き分けましたので、これでスペイン代表が勝ち点でも上回りまして、首位に立ちました。今週末に行われる最終第8節節に関して言うと、スコットランドはホームにノルウェーを迎えて、そしてスペインはジョージアをホームに迎えということで、共に難しい相手ではありますけれども、特にスペインは順当に勝利をするのではないかなと思いますので、このまま1位通過で予選突破することができれば、12月に行われます本大会の抽選会でポット1に入ることができると、これは非常に大きいことですので、是が非でも1位でのグループステージ突破を決めたいところです。試合内容を話す前に、やはり残念ながらもうこのね、10月11月にもなってくるとシーズン開幕から3ヶ月4ヶ月経ちますので、主力選手のこの代表レベルの選手たちの怪我がどうしても多くなってきますということで、残念ながらこの試合でも、左のウイングで先発をしました我らがラレアルのミケル・オヤルサバルが前半40分に負傷してしまいました。おそらく右足のハムストリングの筋断裂かと思いますので、レベルは1か2かそれぐらいだとは思いますけれども、そうなったら、少なくとも2週間から4週間程度の離脱じゃないかなと思いますので、すでにスペインサッカー連盟で発表されてますように、週末のジョージア戦を待たずに彼は離脱をしてサンセバスチャンに戻るということが発表されました。そしてスペイン代表の、メンバーではありませんが、スペイン代表にも、毎回コンスタントに呼ばれていましたビジャレアルのジェレミピノも、昨日の、16日のビジャレアルでのトレーニング中に、なんと膝の前十字靭帯の断裂の大怪我を負ってしまいましたので、これでシーズン絶望、そしてユーロ本大会の出場もなくなりましたので、本当に残念ですね。一方スペイン代表のメンバーではありませんが、レアルマドリーの主力にも怪我人が相次いでいますということで、すでにご存知の通り、フランス代表のカマビンが、代表のトレーニング中にデンベレと接触をしまして膝の怪我、本日17日に精密検査を行うようですので、どれぐらいの程度なのか分かりませんが、1、2ヶ月程度離脱するんじゃないかということが、現地のメディアで報じられておりますし、なんと今朝方に行われたブラジル代表の試合でビニシウスが、これまた怪我をしたということで、本当に過密日程の間違いなく影響だと思いますけれども、ここに来て世界レベルのクラックたちの負傷が相次いでありますので、本当に各国のリーグカップ戦のカレンダーはもちろんですけれども、改めて FIFA、UEFA、代表レベルでの国際大会のカレンダーも考え直して見直してほしいなと。もうそうしないと、そういった選手たちが、本当に潰れてしまいますので、どうかお願いしますということで、本題に入りたいと思いますけれども、このキプロス戦に向けてのスペイン代表の先発メンバー、だいぶ、招集メンバー自体がかなりフレッシュな新顔でルイス・デラフエンテ監督は呼びましたので、そういった選手たちを、使う余裕はもうありますので、使うんじゃないかと言われてましたが、やはり大胆に使ってきましたということで、まずは、両チームのスタメンを紹介しておきましょう。はい、まずホーム左のキプロスはこちらの 5-4-1 のスタメンでした。スペイン代表だけ、一人一人メンバーを紹介したいと思います。ゴールキーパーは、アーセナルのダビド・ラジャで来ました。ディフェンスライン右からエス・スナバス、ルノルマン、パウ・トーレス、グリマルドが、初招集でなんといきなりの、初スタメンとなりました。レバークーゼンのように、内側を、どれぐらい取って、サイドバックの概念を覆すようなプレーをこのスペイン代表でも見せてくれるのかなという期待ありましたが、意外に、左サイド、外側でのプレーが多くなってしまったなというところは感じました。そしてこの試合ピボーテにはスビメンディを使ってきまして、ロドリ、マンチェスターシティでもスペイン代表でも出ずっぱりでしたので、ルイス・デラフエンテ監督ロドリは、温存しました。中盤はガビとミケル・メリーノのインテリオール2人、前線右にラミン・ヤマルが入り、ワントップにホセル、左にオヤルサバルということで、モラタを、この試合ではロドリ同様に温存するというような采配でした。試合のスタッツ、保持率23対77ですので、圧倒的にスペイン代表がやはり保持をしましたし、個人
的にはやはり、そうは言ってもグリマルドの左サイドバックかなり良かったなと、かなり好印象でした。まあ、ジョルディ・アルバの後継者として、まあ、バルサの B チームに若くしてデビューをしたんですけれども、なかなかトップチームに定着するような、まあ、本当にジョルディ・アルバ全盛期の時でしたから、タイミングがなくということでベンフィカに移籍をして、まあ、そこからね、しっかりと、実戦経験を経て、まあ、今シーズンシャビアロンソ監督に呼ばれてレバークーゼンに移籍をしたわけですけれども、まあ、非常に左サイドバックの概念を覆すような、まあ、レバークーゼンであればどんどんこういう内側に入っていくようなプレーをしますけれども、この試合では、オヤルサバルが、ね、こう内側に入りましたので、まあ、比較的こういう形でのローテーションで外と内、まあ、外側をグリマルドが取るということが多かったとは思いますけれども、まあ、やはりグリマルドの配置動きによってボールの、ね、出どころがかなりボールのビルドアップの出口ができるなというところは感じましたので、まあ、今後、まあ、おそらく現段階ではバルで、ガヤがいますので、なかなか本大会のメンバー入りは難しいんじゃないかと思われてますが、個人的にはバルデやガヤよりもやはりいいポジショニングや内側でのプレーのうまさがありますので、本大会ぜひ選んでほしいなと、まあ、それぐらいのプレーには見えましたし、まあ、結果的にスペイン代表はやはりシュート本数も4対14、枠内3対5で、まあ、意外に枠内が打てなかったんですけれども、シュート本数でも上回りました。はい、まあ、この試合なんといっても開始5分のラミン・ヤマルのゴールが、スペインの国内では特にカタルーニャのメディアでは沸くような、形でした。まあ、落ち着いて大外でフリーで持った時に、まあ、ゴールキーパーを抜き、まあ、そして相手のディフェンスも滑り込んできたところを抜きということで、まあ、相手の動きを完全に把握しながら、まあ、ほぼ自分は止まっていても相手が、勝手に滑ってくれるということで、まあ、ゴールキーパーもディフェンスもああいう形で抜いてしまう16歳、このレベルでいないよねというところを改めてしました、試合ゴールかと思いますので、確かにゴラッソでカタルーニャメディアもやはりこういう形で一面を組んでました。湧いてますね。ただ個人的には、スペイン代表の2点目24分、まあ、VAR のチェックが入りまして、オフサイドかどうかのチェックで時間はかかりましたが、オヤルサバルのゴール非常に良かったなと。まあ、やはりこれだけ 5-4-1 で引いてくる相手で、まあ、センターバックのところにはプレッシングがないわけですから、まあ、いかにサイドバックを攻撃参加させて、ね、こう5バックに対して5トップで、どれぐらい、1対1を仕掛けていくのか、まあ、特に、サイドのところにつけたときにいかにワンタッチで、こういう形で、まあ、結果的にはこのワンタッチ攻略で、ポケットでシュートというような形でのオヤルサバルのゴールとはなりましたけれども、まあ、そういう配置を作れるかどうかというところが、まあ、こういう引いた相手を、崩す展開では重要になってくるわけですけども、そこが左であればやはりグリマルドの、高い位置取り、まあ、そしてタイミングよくオヤルサバルが内側に入るタイミングでちょうどタイミングよく、回線、ローテーションを組んでくれますので、まあ、そこがグリマルド非常に洗練されてるなと、まあ、そこはバルデにもガヤにもないかなというところはやはり普段所属クラブでいかにレベルの高い指導を受けているのかが分かるような、動き出しタイミングでしたので、まあ、そのタイミングの質は非常にグリマルド高いなと、まあ、あのシーンではやはり、今日に関してはパウトレスが配球面ではかなり違いを作ってましたので、まあ、多少メリノが開いて、まあ、こういうパスコースも作ってましたので、まあ、縦にもホセルなんかにも刺してましたし、オヤルサバリもさせるんですけれども、まあ、こうやって締められた時には外側、まあ、そこで相手を引きつけた時にグリマルドが、まあ、ワンタッチで、ここにタイミングよく抜けたオヤルサバルにポケットに縦パス斜めのパスを出したというところが、まあ、そこでワンタッチを使えるかどうかが本当にこういう5バックを崩せるかどうかの、勝負どころになってきますので、そこを知っているという意味ではグリマルド、まあ、そこにねそもそも高い位置取りを取れるというところもそうですし、ワンタッチでさせる出せるというところも非常に質が高いサイドバックだなというところが、この試合を伺いましたし、逆に言うとヘスナバス、そして交代で入ったカルバハルの、右サイドバックはヤマルが張っていたというところもありますけれども、なかなかそういう高い位置取りを取れない、タイミングよく、ウィングと同じ高さに入れないというところが、まあ、ちょっと、所属クラブでそういう質の高いポジショナルプレーをしていない、教わっていないというところがやはりあるなというふうに思いましたので、まあ、こういうことを踏まえると完全に実績や年齢ではなくて、いかにいい指導者のもとでやはりいいトレーニングを日頃から、ね、経験しているかどうかの方が今は重要になっているんじゃないかなというふうには思いました。まあ、もう一つグリマルド非常にいいプレーだなと思ったシーンが、まあ、前半の32分にあったんですけれども、まあ、どうしても、ね、レバークーゼンと違って、まあ、思い切った内側の配置を、サイドバックは取らないスペイン代表で、まあ、スペインのラリーガ全体で見てもなかなかそういう偽サイドバックのポジションをしっかりとポジショナルに、ね、動かしてくることができるチームはジローナぐらいしかありませんので、まあ、おそらくルイス・デラフエンテ監督もそういった、アイディア、そして、戦術的な落とし込みは、まあ、そこまでのメソッドがあるような監督ではないので、まあ、どうしても定位置で、4枚気味で、ね、相手を引き込むようなサッカービルドアップになりますので、まあ、こうやってグリマルドは、受けた時にどうしても圧を受けてしまうと、まあ、その時に、まあ、縦パスのコースは塞がれてしまいますので、内側にこうやって、ね、ドリブルで
持ち運ぶことができるというところで、まあ、そのタイミングで中に入ったオヤルサバルとワンツーで、まあ、ここでオヤルサバルにフリックレイオフをしてもらって、また受け直すみたいなシーンがあったんですけども、あそこで完全に相手の中盤のラインを突破をすることができてましたので、まあ、そういう持ち運びはバルデやガヤもできると思うんですけれども、グリバルド非常に効果的に、まあ、そしてオヤルサバルのようなウイングと組んだ時にはさらに彼の良さが出るかなと思いましたので、まあ、おそらく今後も左サイドに関して言うとウインガータイプで、例えばニコ・ウィリアムスを左に配置するというよりも、オヤルサバルやダニ・オルモのように、まあ、内側のレーンに入ってきて、フェラントレスもそうですけれども、サイドバックとコンビネーションで、内側のハーフスペースを取ってくれて崩していけるような左サイドになっていくんじゃないかなと、まあ、そういう期待を、ね、持てるような、まあ、今日はグリマルド一人の動きを語るだけでもいいのかなというぐらいの、試合でした、はい。まあ、残念ながら前半にオヤルサバルが怪我をしたこともあって、代わって入ったのが、ロドリゴ・リケルメ、アトレチコ・デ・マドリーの左サイドウィングバックで売り出し中の、まあ、彼も、ね、デビュー戦となりましたし、まあ、そして後半からはミケル・メリーノに代わってジローナのアレイシ・ガルシアが、まあ、左のインテリオールでしたけれどもインサイドハーフに入りまして彼もデビューをしました、まあ、後半はもう勝負がついた、展開でスペインも単純に保持のための保持というような、まあ、なかなかダイナミックな前進を、動かしをしないような後半の展開の中でしたので、まあ、ただそういった中で彼の良さである逆サイドへのチラシのパス、中長距離のクロスが出すような高精度のパスも出していましたし、存在感は見せつけたんじゃないかなというふうに思います、まあ、それ以外の選手も非常に安定した高パフォーマンスでしたし、まあ、特にガビはもう完全にこのチームのリーダーだなと、キャプテンマークを巻いていいなというぐらいの安定感あふれる、そしてリーダーシップあふれるプレーでしたので、まあ、スペイン代表の中でも序列で言ったら、まあ、怪我でなかなか食い込んでこなかった、ペドリよりももう序列はルイス・デラフエンテ監督の信頼感でいうと上じゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アスタラプロキシマ。